コースターズ1957年ザ・コースターズはアメリカ合衆国のリズムブルース、ロックンロールのボーカルグループで1950年代後半に活躍した。サーチンとヤング・ブラッドをはじめ主要な曲をリーバ・ストーラーが書き、制作した。1955年結成。元の構成員はカール・ガードナー、ビリー・ガイ、ボビー・ナン レオン・ヒューズとギターのアドルフ・ジェイコブス。ガードナーと何のいたロサンゼルスのグループ、ロビンズから生まれた。リーバー・ストーラーはスパークレコーズを設立。1955年にロビンスの5枚目スモーキー・ジョーズ・カフェを制作。大ヒットしたためアトランティックレコードがリーバー・ストーラーに接近し、独立制作契約を持ちかけた。ロビンスのうちアトランティックに行きたがったのは二人だけだった。 1957年ニューヨークに引っ越し、なんとヒューズはコーネルガンターとウィル・ダブ・ジョーンズに変わった。彼らはすぐに成功。ユーマーたっぷりの物語風ヒットを量産。デビュー作、ダウン・イン・メキシコは1956年にヒット。1957年両英面シングルヤング・ブラッド・サーチンでナショナルチャートに踊り出る。サーチンは初のトップ10となり、 R&B チャートでは13週間トップで年間最大ヒットとなった。ニューヨーク時代のヤッケティ役は、キング・カーティスがテナーサックスで参加し、グループにとって唯一のナショナルチャートトップ曲。次のチャーリー・ブラウンは両チャートで2位だった。その後、アロング・ケーム・ジョーンズ、後にローリング・ストーンズがカバーした、ポイズン・アイビー・リトル・エジプトなどが続いた。 1966年にコロンビアと契約。ヒットが出なくなった。1987年、ロックの殿堂入り。2007年、コースターズのアトコでの1954から1966年のシングル完全コレクションが、ライノによる丁寧な編集で4枚組ゼアーズ、エーライオット・ゴーイン、オン、ザ・コースターズ・オンアテコとして発表。 彼らの曲はビートルズをはじめとするおびただしい数の白人ロック音楽家たちのレパートリーとなった。例えば、イギリスのホリーズの最初の2枚のシングルは、コースターズのジャストライクメとサーチンのカバーだった。ロビンズザ・ロビンスのシングルザ・コースターズ・リード、CG ・ガードナー・ BN ・ナン・ BG、ガイ・リーズ、CG ・ガードナー・ BG ・ガイ・ WJ ・ジョーンズ。 コング・アンター・ステレオ・バージョン・オブ・チャーリー・ブラウン・オン・ SD6132 ハズ・ CG ・コング・セパレーテッド・イン・ステレオ・ A ・サイド・オル・ソー・イシュド・アズ・クローズ・ライン・リーズ・ CG ・ガードナー・ BG ・ガイ・ WJ ・ジョーンズ・ EC ・キャロル・カール・ガードナー&・ザ・コースターズ61曲49曲。別テイク・アルバム曲・完全未発表録音を含む。ほぼ、ニューヨーク録音。 ありがとうございます。